はい、こんにちは。はい、こんにちは、嫁です。旦那でございます。はい、嫁なんです。嫁なんでございます。はい、よろしくお願いいたします。お世話になっております、本日はですね、またノープラン。はい、ノープランといっても目的地というかどこに泊まるっていうのは、はい、なんとなく当たりはつけております。はい、北海道の聖地に、うん、道の駅車中泊の聖地でございます。ほうに向かいたいと思います。はい、それだけですそれ以外は何も決めておりません。だいたいどの辺に行くっていうのは決まってますけど、どこの道の駅に行くかっていうのはまだ行ってみないと分かんないっていうところですか。まあ後で説明します。はい、次は説明します。わかりました。何箇所かあるので、はい、どっか泊まれればいいかなっていう。うんうんうん、ね、なるほど。聖地です。はい、はい、泊まれればいいかなって泊まれますかね大丈夫ですかね、はい、じゃあ行ってきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。現在地はですね、はい、北海道上川郡上川町、はい、早雲峡温泉という温泉街に一旦休憩で泊まっております。はい、でここからスタート。温泉街には寄りません。ロープウェイ乗る？いや乗りません。すごい高いよねここ確か。そう、こう目の前に黒岳だっけ。黒岳っていう結構高いね。ロープウェイがあるんです。ロープウェイがあるんです寄りません。結構いい景色だと思うよ。寄りませんはい、わかりました、はい、残念です。はい、ロープウェイがどんなのかちょっと見てくる。乗らないけどね。どっかから多分見えるよね。見える、まっすぐ。あ、あったあったあった。もうすでにほら、もうすでになんかやばいじゃんすごいよね。結構な傾斜だよね。これは無理だな。ここが乗り場だもんね。おお、これ絶対無理なやつでしょ。あー、無理だね入社格の問題で。入社格なかなかな角度してますからね。うん、わーすごいね。建物がもうなんかちょっと高いまあそうだね、アドル高いもん。乗れよって多分ね早く乗れよって多分皆さん思うと思いますから。はい、さよなら早雲峡ってね、この岩肌が独特だよね。ああ、確かに。このなんそれ何、それ何なんだ。これ多分崩れたんじゃないかな。そういうことか。多分ね。すごいな、早雲峡行きたいんだよないいらしい。そうなんだ。なんかリニューアルしてすごい。そうそう、今回ね、ゴールデンウィーク前なんで、はい、もし参考にできたらしていただければいいなこっちの方に来られるかな。あ、ここ寄りたい、ね、夏はね、サンタのヒゲみたいなメロンに乗っかってアイス売ってたよ今日やってるな。やってないか。どうでしょうね。銀河トンネルっていうトンネルの手前を右に入りまして、はい、これ旧国道なのかな。そうなんだね、うん、このトンネルができる前の、うん、国道のはずでございます。ここはね結構観光地でね、観光の方結構来られるね。そうだね。さっきのロープウェイの場所から 2、3分3分だ、ね、ですね、うん、まあ一応ね多分歩いて来れる範囲。ああ、そうだね。早雲峡温泉から、うん、歩いて来れる、ね、歩いても来れる範囲。じゃあ行きましょう。すごい、こんなにある。何が。滝あるよ。結構あるんだね。見えない、いや見えるとこもあれば見えないとこもあるじゃん。ああ、そっかそっか。ということで、現在地は現在地、ここから見れるのはこの2つ、うん、これがね、すごい綺麗な。まずじゃあ銀河の滝からだな。はい、うん、行ってみよう。時期的にはどうなんだろうな。まだ凍ってんのかな。もう溶けたんじゃない。あー、まあまあ流れてるわ。見える見える。
すごい綺麗綺麗。雪が残ってるんだね。凍ってるっていうか。そうだね。うん、流れてる。こっちが流星の滝。はい。だからちょっと低い。まあ銀河と流星ですから。そうだね。まあ要はあれですよね。セイントセイヤですよね。ペガサスファンタジー。コスモ、コスモ的な。コスモ感じる。綺麗だね。この時期に来るのは初めてだな。じゃあ2ついっぺんに見れるとこ行ってみるか。そうだよ、okay、そうで、ここにちょっとしたお土産屋さんがあって、じゃあ上がってみよう。総幕台入り口、どこまで上がるんだろうこれね。ほら、ああやって見れるんだって。結構上がらないとじゃない多分ね。私行けるかしら。徒歩20分です。徒歩20分え、じゃあそこじゃなくてめっちゃ上なんじゃない。こんな感じです。あ、そんな上まで行くんだ。あそこまで上がってみよう。じゃあそこじゃさすがに見えないかな。あ、でも見晴らしはいいよ。うん、あ、ああ、もうこれ危険じゃないですかこれこれ危険ですよ先生。道が結構危ないですね。非常に危険です。ここでこれだから結構上厳しいかもね。多分ね、ゴールデンウィークぐらいまでには、あ、溶けるでしょうね。溶けてると思いますが、現在ちょっと危険です。危ない。あ、やっぱり片方しか見えない。まだこれすごいね。まだ行けないねこれ多分。雪が残ってて、うん、多分結構きついね。こんな感じ。やっぱりこの高さじゃ見えないんだよ。見えないね。実はね、うん。こっち側がどうしてもくぼんでるから見えない。うん、残念、うん。断念します。ちょっと雪が溶けたらですね。よし。下り怖いですよ。下り怖いね。気をつけないと。落ちないで、はい、大丈夫ですか。あー高いじゃん。手すりちゃんと持ってね。持ってるよ。ゆっくりでいいよ、ゆっくりで。いやーロスだわゆっくり降りてきて。うん、うん、行くよ。上まで登って大変なことになるとこでしたね。おっと、手すりがここだけ途切れてますけど。地上が見えてきた。よし、なんかおやつ買って帰ろう。お昼過ぎた。じゃあ次はお昼ご飯ですか。昼ご飯だね。はい。また一番最初に見かけたところにしますか。ある？しばらくなさそうじゃない。しばらくないね。はい。僕の嫌いなミックニーでございます。いい景色だね。嫌いだ。ちょっともやがかってるね。そうね、前に来た時もなんかちょっともやってたよね。うん、僕はあんまり好きじゃないですよねこれね、これここが嫌いなんでしょ。これ、ね、まあ、それもあるけどなんせ結構高いんだよね。高いね。まあでもすごい絶景なんだよね。ぜひここね、ほんと綺麗、うん、一度はね、通るなら寄ってみてほしい ね、はい、ただあのこっち側のその道路は怖いですよ
道路は怖いと思います。では参りましょう。はい。はい。ため息しか。ため息しか出ないんだよ。高っ。おかしいんだよ。おかしいんだよ。おかしいんだよ。こんな感じ。開けた。ムカビラ町。ムカビラ町か。もう市街地に温泉街だね。ああ、何かしらあるんじゃないか。ビストロ風か。お、テイクオープンってあるね。高くないから大丈夫かな。お財布と要素なんです。豪華。美味しそう。ご飯。じゃあ2人で食べましょう。それかけて食べてって。美味しそう。すごくない？美味しそう。いただきます。いただきます。うまかった。美味しかったね。巡り合った感じ。そうだね。こういうことをしないとなかなかね、新たなお店ってね見つからないもんね。意外とびっくりするぐらいうまかった。美味しかった。またなんか今度違うメニュー食べに来よう。また来ます。また来ます。ようこそ系スピードダウン。あ、でもようこそ看板かと思えば、あ、でもスピードダウン、あ、上士幌町って書いてある。ということで上士幌町っていうのが入ったんですけども、はい、帯広を中心にね広がってる十勝地方なんですけども、はい、今上士幌町、うん、で士幌町、うん、で音更町と、うん、ここら辺のね実はあの道の駅が、はい、車中泊 OK なんです。車中泊スペースを別で設けてる道の駅さんが点在してるんですよね、うん、はい、この辺になんか集中してるんだよね。そう、聖地でございます。ただどうもなんか早いもん勝ちらしいので。あ、そっか、その予約とかそういうのはもちろんないから、行って埋まってれば泊まれないし、空いてれば泊まれるしっていう感じなんだね。ということでまず、はい、上士幌の道の駅さんかな、はい、から行ってみたいと思います、はい。あ、見えてきた。 あれかな、なんかドッグランとかある。本当だ。ここですね。おお、到着。綺麗でかっちょいいね。パンが有名なんだよね、確かね。そうだよね。パンが美味しい。何回か来たことある。何回か来てるね。これももうピーク時は車満載だから、ね、うん。どこなんだろうね、エリアね、ちょっと見てみる、うん、なんかねやっぱちょっと離れてるはずなんだよね。こういうのかな。あ、ほら、キャンピングカーなんとかエリアって書いてある。ど第2駐車場。あ、キャンピングカー優先エリア、一般車両も駐車できます。道の駅営業中に専用ゴミ袋を購入してください。あ、買ったらゴミは出せるんだ。そういうことなんだね。ああ、車中泊ガイドって書いてあるもん。え、どれ。この看板のその下側、ほらほら、道の駅上士幌車中泊ガイドって書いてある。
買い物、温泉、コインランドリーとか場所が書いてある。へえ、優しい。やっぱここがそうなんだね。そうだね。じゃあ一回聞いてきましょう。ちょっと聞いてくるわ。うん。なんかこちらの道の駅は あっちのスペースで車中泊ができるっていうことなんですか。はい、道路渡ったあっち側のスペースで、はい、あはできるっていうことですね。はい、ということで行ってまいりました。はい、本当にね、本当に心よく OK ですと全然できますよっていうことで、はい、さっき覗いたあの砂利の方がメインだと思うんですけども、うん、なんかこっちでもアスファルトの方でも大丈夫ですよっていうことでしたけど、ね、うんうん、ちょっと斜めなんですって下が。確かに今ちょっと左下がりかな、うん、ちょっとだけね、うん、出入りももちろんありますから。そうだね、こっちは、まあ、こっちは多いよね、うんうん、なので、まあ、トイレからはちょっと離れますけど向こうの砂利の方に泊まった方がいいんではないだろうかとは。そうだね、うん、そして何よりもゴミ袋はね購入していただければということで。ね、すごいね。100円でしたよ1袋。マジ、うん、15リッターで100円。おお、うん、ということでちょっと今いろいろ買ってきました。レモンサイダーとか、なんかこれすごいね、クラフトのノンアルコールだって。レジのお隣の方10本ぐらい買った。マジでなんかね安かったの、半額になってた。まっ、あ、めっちゃ美味しいやん。あとこれね、これはやばかった。フレッシュ牛乳68円、 70% オフここはでも賞味期限が今日なん。そう、でもすごい嬉しいよね。うちらはだってもうその日のうちとか次の日にはもう絶対なくなっちゃうから、うん、冷蔵庫もうオンしちゃうわ。もうよくないここで一応ね、いろいろゴールデンウィーク直前特別企画でございますからあー、そういうことか。そうそうそう、一軒目だもんね、そういえば。いや、もう全然泊まれますよここ。でも絶対今日車中泊、道の駅車中泊は確定したんですよ。路頭に迷うことはなくなった。もう絶対ないです。もうこの感じだったら絶対もう何台泊めれる。だって向こうだけでもすごい数泊めれるもんね、うん、安い。さっきの第2で第3まであるんで。そうそう、もう一個あるんですよ、うん、で静かなのは多分一番静かなのは第2だと思う。第2かな、うん、ちょっとオイサイダーしてくる。そっか、ここで泊まる気になってたねそっかそっかそっか、オイサイダーしてくる。何持ってんの？持ってない。めっちゃサイダー買ってきたね、しかも4本ありがとうございます。持って帰ってもいいかな。そうだね、はい、うん、おいしい、おいしい。次はね、隣の志幌町っていうとこ。これね、2軒、道の駅ピア21しほろ。どう？道の駅しほろ温泉、うん、出てきた、うん、そっから行きましょう。見てこれ、いつもこんな感じ私のところに来るときはこんな感じ。これか、はい、ありました。はい、ピア21シホロ。一応ここもそういう感じだっていうお話をちらっと聞いたんですが、ちょっとわかんない。先ほどみたいにキャンピングカーとかのエリアがあるって感じではなさそう。ちょっとぐるっと見てみるかね。もしかしたらこの辺とかなのか。そうだね、そういう立て看板は特にはございません。ないですね。ここもドッグランがございます。あ、本当だ。キャンプ場が併設とかではなさそう。そうだね、うん、道の駅はこんな感じで。はい、見て、牛さん、あれ、足何履いてんの？じゃがいも？かわいい。北海道感あるよ。北海道感ってなんだ牛さんとジャガイモでしょ。あ、そっか、ペコポちゃん。牛、ジャガイモ、トラクターなんだ。あ、なるほど。そっか、トラクターをも組み合わさってんだこれ。だからこういう感じなんだ。なるほどね。車中泊ができるかできないかって。車中泊は大丈夫です。あ、大丈夫なんですか、はい、こちらは。大丈夫です。
表情ニンニクある。1個買ってく？買ってく。行ってまいりました、はい、だいぶ OK な感じだったのであ、全然大丈夫ですよですよって言ってたので、うん、ショップの方は OK だとおっしゃってたんですけども、うん、ただまあ運営の方がいなかったので確認できなかったので三角ということでね、分かんないんで、まあそうですね、うん、今日は止まらない方向でございます、うん、ということでさっきのね紙シフォロで買ったビールノンアルコールですビールですやばいわこれ。へえ、ま、すごいねこれ。ノンアルコールのクラフトなんて見たことないな、ね、ああなるほど、ありだよね、うん、これドライゼロよりこっちの方が美味しいと思うじゃあ次あのシホロのもう一軒の方ね、温泉の方ね、はい、行ってみましょう。行きましょう、はい、とりあえず紙シホロやっぱり良かったね。そうだね、駐車スペースもすごい広いし優先の、ね、駐車場もあるからですけど、次のところが ね温泉だからな。さっきのところは1キロぐらい移動しないと温泉がないので。あ、上士幌かい。上士幌はピアさんは多分温泉っていったら次のその場所にとかになるのかなと思う。まあまあ、まあ、それか戻って。そう、結構温泉あるんですよここら辺って、うん、まあじゃあ行ってみましょう。はい、はい、はい、あと1キロ結構繁華街からは入ってきたね。そうだね、山の方に、うん、ここですね到着。すごいね、ここが道の駅なんだ。スラザー緑風。へー、シフォロー温泉。どこに泊まるんだろう。あっちか、あ、こっちなのかな。へー、こっちがそうなのかな。こっちが道の駅で、こっちが温泉旅館なのかな。そういう感じだよね、駐車場が。うん、多分そうだね。ちょっと聞いてこようかな、とりあえず。そうですね、すみません、ちょっとお伺いしたいんですけども、なんか車中泊ができるとかっていう。車中泊はここでは OK はしてないんですけど。 OK はしないんですね。休憩が、はい、になりますね。ああ、なるほどですね。仮眠スペースとしては向こうの駐車場を使ってくれという感じなんですね。わかりました、ありがとうございます。その聞いた感じでは今までにお邪魔した道の駅さんと同じような感覚というか、うん、仮眠はもちろん道の駅なんでできると思うんですけど、うん、車中泊していいですかって言ったら、あの、ダメですって言われたので、うんうんうん、はい、聞き方とかニュアンスで変わってくる時があるので。そこが難しくてね、線引きがだから曖昧だから、喋、うん、る側のニュアンスでだいぶ、そうなんですよ ね、なので伝わり方が違う、問い合わせしてみていただければいいと思います。はい、はい、じゃあもう一軒、4軒目ですね。今の四方の温泉さん、はい、大型車の止めるスペースがあったんよ、うん、トイレの方に、うんうん、あれいいなと思った。ちょうどね、さっき寄った時にトラックの運転手さんが、うん、あの温泉に来たんだけど、だからあそこで仮眠を取りつつ、うん、温泉入るとかは本当にいいんじゃないかな。そうだね、うん、私たちはもう完全に OK が出ない限りはちょっと仮眠はどこでももちろんできますけど。そうですね、僕らもすることありますけど、しっかりとその泊まりたいなと思って来てるので、うんうん、今回だったら上士幌さんとかだったらね、泊まれますってしっかりと言ってくださったので、そういうところで泊まりたいなっていうですね。ということで次の道の駅行ってみたいと思います。はい、はい、この辺ですね、これですね。あー、これなんだ。はい、おー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 おお、なんか大きい駐車場ありました。大きい ね、はい、道の駅音更到着です。車中泊専用駐車場あった。これだ。おお、これだ。これですね。すごい、余裕で空いてますよ。空いてる空いてる。夏空のふるさと、さんでございます。はい、はい、ということで到着。はい、お疲れ様です。ちなみにここはもう僕事前に確認しておりますので、はい、車中泊は OK でございます。
ただあの言ってたやつね、事前登録で。そうです、こちらは車中泊専用スペースがしっかりと設けられて、うん、12台、うん、早い者勝ちです、はい、多分途中で出られたりとかした場合は、あ、そっか、帰ってきて空いてない可能性もある、可能性もあるんじゃないかなと。予約とかそういうのではないので、はい、そういう時は上志幌さん行ってください。そうですね、上志幌さんに行っていただければ間違いないですね、うん、その多分ね、はい、ということで、まあ、どんなシステムなのかちょっと聞いていきたいと思います。そうですね、うん、事前登録してればもうそのままいいのか、うんうん、それともここで何か書くのか、うん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 、ちょっと聞いてきます。はい、はい、今話聞いてきたんですけども、はい、もちろん OK でございますと、はい、で事前登録していただければ、まあ、そのまま車中泊が OK と、うん、お声掛けも何もなしでそのまま使って大丈夫っていうことだそうです。まあ、その代わりもちろん、早い者勝ちであり、途中で、まあ、買い物なり温泉なり行って戻ってきて空いてなかったら、はい、それは仕方ない、仕方ないのでゴミの方の受け入れもしてると。リッターの袋を1枚120円か、うん、出るので、燃やすゴミ、燃えないゴミ、ちゃんとこういうのを用意していただいてるので、はい、引き取っていただきます、はい、これ多分別に車中泊する人じゃなくても、旅の途中でゴミ捨てる場所がなくて困ったなっていう時はこちらで買っていただければ受け入れてくれると思います。今回行ったね、4件とも全部ゴミの引き取りがありましたね。すごいね、ここら辺はだから本当聖地の名にふさわしい感じの ね、すごいね、うん、ゴールデンウィークね、迷われてる方はね、こっちの方回るのもちょっとあれじゃないか、便利だと思いますね、うん、はい、ということで4件回ってきましたけども、はい、そうね、まあ、どちらにするか、うんうんうん、でその前に今帯広すぐ近くなので、はい、買い出し先に行ってどこに泊まるか、うんうん、買い物しながら考えよう。じゃあ参りましょう。はい、じゃあ行きましょう、はい、はい、到着です。はいさあどこになったでしょう、ね、本日の車中泊場所はこちらです。はい、じゃじゃん、どこやねん、わからんだこれ多分お豆腐家。はい、一番最後にお邪魔した、はい、お豆腐家さんになりました。きっちりとした、かっちりとした理由がございます。はい、暗くなってきたからです。上志幌さんから意外と遠くてですね、こちら二十何キロぐらいあるので、まあ、買い物終わって帰ったらもう暗いねってなっちゃったし、まあ、ここもすごいお店も充実してたし、施設もすごく綺麗だし、うん、はい、こちらで今日は、はい、過ごしたいと思います。はい、できればね、なんかどっか近くのお風呂行きたいなと思ってるんですけども、ね、この近くだとどれぐらいの距離にあるんだろう ね、ちょっと後で探してみます、はい、ということで、うん、道の駅お豆腐系さんで、はい、車中泊初そうだよね、初めての道の駅車中泊、車中泊でございます。僕たちは車中泊と言ったら泊まることを連想するので、宿泊を目的としてここはいいということなんで、はい、はい、ゆっくり泊まらせていただきます、はい、ということでセッティングしましょう。そうですね、はい、暗くなっちゃいますから。明るくなりましたね。はい、明るくなった。ビチャビチャなんで、ビチャビチャ入れてもらっていいですか。あ、そんなに雨降ってんの、うん、すいませんね、気に入らないで、いえいえいえ、どうぞどうぞ大丈夫です、お上がりください。はい、いいっすよ。これはい、それが必要です。そっちだけ持ってたんです。はい、よいしょ、はい、こんな感じでございます。初代冷蔵庫から始まりポータブル電源、はい、そして念のためにストーブ持ってきてます。でも使わないかも、はい、ストーブ持ってきましたけど給油はしなかったです。そう、残ってる分で 0.5 ぐらいしかないです
本当に寒かったらつけようかぐらい、まあ、大丈夫だな、うん、多分大丈夫、夜も多分10度ぐらいまでしか行かないんで、うん、お風呂入った時のお風呂上がりぐらいかなぐらい、うんうん、そしてテーブル横置きと、はい、前回のも良かったけどね、うん、はい、センティング終わりました、センティング終わりました最近カミカミだよねということで、はい、今回の動画はここまでということで、はい、道の駅さんで聞いて回ってと、うん、うん、北海道十勝地方は、うん、あの聖地でございますからね、多かったね、できるところ、うん、まあできるお呼び、できるであろう、うん、あとは問い合わせてみてくださいということで、そうですね、まあ、4カ所もありましたけれども、うん、はい、まあ上石幌さんとここ音更さんに関してはもう完全に OK でございます、ね、そして音更さんに至ってはもう本当にもうウェルカムムードが満載だったよね、うん、まあ、2人でちょっとお話してきたんですけども、はい、うん、もうぜひぜひぜひゆっくりしててくださいって言ってくださって、ただ一応その認められてるスペースっていうのが12台分、そうですね、ということなので、はい、それ以外は仮眠のできるスペース、そうです、ね、ということになります。そしてそれ以外の方は上士幌に行ってもらって、ああ溢れちゃったらねそちらは多分なかなか埋まらないと思うので、そうですね、はい、ただねキャンピングカーどうなんだろうな、ちょっと駐車場のスペース的にちょっと狭いかもしれないですね、うん、いわゆるバスコンはちょっとどうなんだろう、うん、まあ、それは問い合わせしてみてください、そうですね、うん、上士幌さんはむしろキャンピングカー専用スペースって書いてありますから上士幌さんもウェルカムな感じだったので、はい、ぜひぜひね、うん、このゴールデンウィークご利用されてみてはいかがでしょうか、うん、はい、ということで次回は車中泊の模様をねお伝えしていくんですけれども、はい、ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします。こう気持ちが高揚しますねあの時のあれはまあ実際どうだったのか、コメントでもいただいてました、たまたま虫の居所は悪かったんじゃないですかとかいろいろいただいてました、うん、でもなんかすごいしょんぼりしてたじゃないですか、うん、でも今回はもうハッピーです僕すごいハッピーです、幸せって言ってたもんね、うん、歌いたくなったもんおハッピーデイってずっとね道の駅で車中泊をしたかったんだもんねみんな天使本当にご丁寧に対応していただいて、対応していただいて、ありがとうございます。これがそのゴールデンウィーク前の動画になるんですけども、ね、うん、本当に参考にしていただければと思います。最後にお知らせがございます、はい、忘れてた、ゴールデンウィーク明け5月11日、はい、12日、うん、2日間、はい、東京都八王子市美笠八王子さんでイベントフィールドスタイル全秋祭、はい、前夜祭じゃないですね、全秋祭5月の18、19日に愛知県常滑で行われるフィールドスタイルに、美笠八王子さんの802プロダクツが、はい、出展で、前の週に5月11、12でフィールドスタイルに持っていくギアを発表会をやるっていうフェスというかお祭りみたいな感じなんですけれども、はい、そちらの方の5月11日、まあ、1日限りですけれども、はい、僕たち嫁団が1日店長を仰せつかりました、はい、ということで、まあ、店長はこっちになるのかな、私ですか、はい、僕は並ぼうと思ってます、お客ダメだよ、また並んだら買うからいや、前にビカーサさんでイベントやらせていただいた時、初めての時でね、はい、その時僕並びますって言って並べなかったんですよ、いろいろあって、はい、なので今回は並ぼうと思ってます、買う買わないは別として皆さんと一緒にね並べたらいいなと思ってます。もちろん802プロダクツのファンの方、要はビカーサのファンの方も並ぶので、ちょっと僕のこと知らない人も結構いるかもしれないんですけれども一緒に並べたらいいなと思っておりますただその何時から並んでいいのかどうかっていうのはちょっとわからないので、そこら辺はビカーサさんにお問い合わせくださいということで、5月の11日1日店長ということになりましたので、でその日の夜かな、東京オフ会ということで、in 八王子っていう感じですね、はい、という開催しますので、急遽なんですけれどもうちのインスタとかねチェックしていただければ出してると思いますので、よろしくお願いします、よろしくお願いします。
それでは次回またお会いしましょう。ヨメダンでした。ありがとうございます。ありがとうございました。キラリン。その前だよね、一日店長仰せつかりました、キラリンだよね。使い方間違ってんだよ。すいません、グダグダ本当に。